さあこれより第2クォーターに入ります。磯のスーパースターズ自陣47ヤードからのファーストダウンテここでイエローフラッグが投じられております。反則発生です。ディレイオブザゲーム、オフェンスに制限時間を守れなかったという遅延行為がありました。オフェンスには制限時間があります。その制限時間内にプレーをしなければ5ヤード抜体となります。従いまして5ヤード下がりましてファーストダウンやり直しです。磯のスーパースターズファーストダウン15です。ボールオン自陣42ヤードさあまず密集点に入りましたがこれはゴールデンファイターズも踏ん張ります。キャリア22番にハンドオフしまして密集点突入を図りました。約2ヤードほどゲインとなっています。キャリア22番は今井です。金沢大学出身。磯のスーパースターズセカンドダウン13。クォーターバック7番ショットガンフォーメーションから左方向にキープレーパスと見せかけそこから自らの走力で突破を図りました。この判断よく約11ヤードの獲得となっております。攻撃権更新はしかしわずかに至っていないものです。しかし素晴らしいランを決めたのはクォーターバック7番の足立です。名古屋商科大学出身。磯のスーパースターズサーダウン2ファーストダウン。磯のスーパースターズこの距離を見事エースランナー25番に託しまして攻撃権更新を果たしました。見事期待に応えましたが磯のスーパースターズ25番の宮部です。北海道大学出身のプレイヤーです。エイジ40。磯のスーパースターズファーストダウンテさあクォーターバックが行きました。オプションのアクションから自らキープを判断しまして約5ヤード獲得するに至っております。磯の非常に着実なランプレー重ねまして徐々に陣地挽回を図っております。相手陣36ヤードに入りましてのセカンダー残り5ヤード。ここでクォーターバック自ら行きました。ハンドオフをフェイクしそのカウンターを取るように右オフタックル付近掛けられまして攻撃権更新です。そのスーパースターズファースター。さあそのままノーハドルいきなりプレーを展開しようとします。さあ相手の簡単につかせない形で一気に攻めに転じる。さあ今度はランニングバックに託しました。ハンドオフを託されました32番密集点突入しまして約2ヤードから3ヤード獲得するに至っております。キャリア32番は中川です。金沢大学出身。磯のスーパースターズセカンドダウン7。
パス不成功です。クォーターバックが7番、ここでロングパスを投じました。右奥走りました。84番がターゲットでしたが、これはゴールデンファイターズのカバーよくパス不成功。サーダウンに変わります。磯野スーパースターズサーダウン7、ここでホイッスル。ボールのセット位置を再確認いたしました。ボールオンは相手陣33ヤードから、磯野スーパースターズサードン7。これはゴールデンファイターズナイスディフェンス。ここで中央突破によって攻撃権更新を図りましたが、ここでゴールデンファイターズ59番を筆頭にディフェンスフロント踏ん張りまして、フォースダウンに変えます。ここは59番の西林、素晴らしい対応をしました。桃山学院大学出身のプレイヤーです。磯野スーパースターズフォースダウン7、プレイします。フォースダウンギャンブル、この1回で7ヤード突破を図ります。ここでトラブル発生。プレーをするセンターのボールが後日、そのまま、中途半端な形で転がる格好になりました。結果的にこれをファンブルした格好になりましたので、そこでプレー終了となります。攻守交代になりまして、攻撃権変わり、ゴールデンファイターズに攻撃権移ります。このセンターからのスナップは全てのプレーの起点になります。プレッシャーの中、しかしそれをこなさなければならないセンターの負担もこれで、非常に大きく影響するワンプレーでした。さあ攻撃権取り返したゴールデンファイターズ、ファーストダウン点に入ります。ナイスダウン、ファーストダウン。ここでゴールデンファイターズがランプレーによって攻撃権更新を果たしております。ボールをハンドを受けました10番、左オープン展開し一旦は止められましたが、そこからセカンドエフォートですり抜けまして攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファーストダウン。見事攻撃権更新果たしたのはランニング枠10番の北川です。大阪教育大学出身。ゴールデンファイターズファーストダウン10。再び攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファーストダウン。今度はクォーターバックに26番入りまして、その26番自らキープし攻撃権更新果たしております。ゴールデンファイターズファースター、鮮やかなランで攻撃を更新しております。今度は26番の川淵がクォーターバックに入りまして攻撃権更新になりました。さあ相手陣に入って48ヤードからのゴールデンファイターズファースター点。さあ再びクォーターバックのランです。今度はクォーターバックに3番が入っております。3番ハンドオフをフェイクしてか右オフタックル付近に突入しまして前進して約3ヤード獲得しております。クォーターバック3番は矢部です。大手門学院大学出身。ゴールデンファイターズセカンドダウン7。ナイスゲーム、ファーストダウン。今度は左に展開していたランニングバックにフレアパス、そこから10番左オープン展開しサイドラインギアを駆け上がりまして攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファーストダウン。鮮やかなキャッチアンドラン決めたのはゴールデンファイターズ10番の北川です。大阪教育大学出身。ゴールデンファイターズファーストダウン10。パス成功。
今度は右に展開した87番にパス。密集点を駆け上がるように87番約2ヤードから3ヤードを獲得するに至っております。タフなキャッチアンドラン披露しましたのはゴールデンファイターズ87番の藤田、愛媛大学出身です。ゴールデンファイターズセカンドダウン8、ボールオン相手陣28ヤード。ここで磯野が見せました。クォーターバック下がりましてパスを投げんとするところ、そこに磯野スーパースターズ99番が殺到しまして QB さん大きなロスを奪いましてサードダウンに変えます。見事 QB サックしましたな磯野、99番の竹内、岐阜大学出身。ゴールデンファイターズサードダウン20、成功。クォーターバックプレッシャー来る中、右にいたランニング枠10番にセーフティーバルブのパス。ここから10番キャッチアンドランを展開しようとしましたが、しかしディフェンスに群がりましてフォースダウンに変わります。ゴールデンファイターズフォースダウンドン、パントフォーメーションを取ります。パントは磯野陣の23ヤード付近で外へ出ましたので、この時点で攻守交代、攻撃権変わりましてテイクオーバー、磯野スーパースターズに攻撃権移ります。ドルフィンナルさんはメッセージありがとうございます。はい、スナップ一つとっても緊張する。そうですね、この状況は本当にスナッパーのプレッシャーも半端ないと思います。一つ一つの所作、その精度も問われる一戦でしょう。さあ攻撃権は磯野スーパースターズに移っております。磯野自陣24ヤードからのファーストアンテン。さあクォーターバックがキープしました。スナップ受けて右オープン展開図らんというところ、しかしこれはゴールデンファイターズのディフェンス対応しまして、このランによるゲインはほとんどなくセカンドダウンに変わります。タックルしましたのはゴールデンファイターズ47番の高萩です。京都府立大学出身です。磯野スーパースターズセカンドダウン10、不成功。クォーターバック7番プレッシャーを感じながら右に流れてワイドレシーバー17番にパスを投じましたが、これはタイミング合わず不成功となっています。ダウン1つ失ってサーダウンに変わります。磯野スーパースターズサーダウン10、7番パスを投じんと構えましたが、ディフェンスカバーよくして判断し左に流れてそこからスクランブル、緊急発進ランプレーに切り替えました。この判断が決まりまして大きく前進になりましたが、ここでホイッスルが吹かれております。
ここで2ミニッツウォーニングに入ります。今シーズンより国内アメリカンフットボールが準拠しております米国カレッジルール NCAA ルールに従来はプロでしか採用ありませんでした2ミニッツウォーニングが採用されました。アメリカンフットボールは点を取る点取り合戦でありますが同時に時間内を競います。時間をいかに生かすかを、効率求められる頭脳戦でもあります。残り2分間特にその重要さが増します。この時間をかけました攻防戦注目ください。2ミツウォーニング解けまして試合再開となります。磯のスーパースターズ相手陣48ヤードからのファースト3点しましてロスに変えています。見事な QB サックでした。クォーターバックが下がるや否や一瞬でそれをしとりまして6ヤードロスに変えております。見事 QB サックしたのはゴールデンファイターズ49番の田中京都府立大学出身磯のスーパースターズセカンドダウン167番下がりましてパスにより状況打開を図らんというところしかしそこにゴールデンファイターズ殺到しましてキュービーサックさらにロスを強いました。ここでゴールデンファイターズが前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。本来ならば時間をできるだけかけずに点を取りたい磯野が取りたいという状況ですが逆にここでゴールデンファイターズはこの攻撃を断ち切りまして攻撃をエンド時間確保するために守備でタイムアウトを取ります。森博さんメッセージありがとうございます、仕事をしながら応援しています。ありがとうございます。差し障りがない範囲でぜひご注目ください、海洋親戚さんのメッセージありがとうございます。池江のメッセージこれはおそらくゴールデンファイターズのメッセージでしょう。さあ磯野突破できるかサーダン23の状況さあ磯野ランニバック22番に託しました。ここでホイッスルが吹かれています。ランプレーによって状況を少しでも打開せんとパスを警戒するその裏を掴むというところを22番の総力に託しましたがしかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わっております。ゴールデンファイターズがここでタイムアウトを取りまして時計を止めます。前半残り時間50秒となっております。失礼しました。49秒となっています。タイムアウト解けまして試合再開です。磯野スーパースターズフォースダウン18パントフォーメーションを取ります。22番
バントリターンを試みたゴールデンファイターズですが、しかしタイミング合わず結果的に自陣20ヤード付近を確保する形になりました。しかしこの位置からゴールデンファイターズ攻撃に変わります。攻撃権はゴールデンファイターズに移ります。ゴールデンファイターズ自陣21ヤードからファーストダウン10、前半残り時間40秒。ここでロングパスを投じましたのはゴールデンファイターズ、一気に前進図らんというところ、しかしそのパスをインターセプトしましたが、磯野スーパースターズ6番パスダッシュにより攻撃を取り返す。磯野スーパースターズに攻撃権を移ります。ターンオーバー。磯野スーパースターズ自陣46ヤード間の攻撃に移ります。磯野スーパースターズファーストダウン10。さあ前半残り時間33秒、再び攻撃を見ました。そのここでどのような選択をするでしょうか。ここでホイッスル変えている。判定がどうでしょうか。審判団現在協議しております。攻守交代です。ターンオーバー。このパスを今度はゴールデンファイターズがインターセプトしました。キャッチした途端に外へ、キャッチ成立した後外へ出ましたので、ここでプレーは終了する格好ですが、インターセプト成立となっています。従いましてゴールデンファイターズ攻撃権取り返しまして、ゴールデンファイターズ攻撃に移ります。自陣46ヤードからのファーストダウン10、前半残り時間27秒。今度は磯野がビッグプレイ。クォーターバック下がりまして、ロングパス投じんというところ、しかしそれを見事ディフェンスラインが襲いかかりまして、キュービーサック6ヤードロスしセカンダウンに変えます。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、ゴールデンファイターズ0点、磯野スーパースターズ0点、両者無得点で前半戦終了となっております。素晴らしい攻守を披露する前半戦となっております。共に得点のチャンスを得ながら、しかしディフェンス陣の堅守ありまして、現在双方ともに無得点というまま前半戦終了となりました。さあこれより作戦タイムかれましたハーフタイムに入ります。双方とも前半戦の状況の見直し、反省点を確認し、後半の対策を講じます。さあそこで突破口を見出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。